はい。皆さん、こんにちは。こんばんはー。というわけで、今回なんですけども、毎週頭にね、支持率が出ますが、まあ、ついにですね、すごい数字出てきたっていうわけで、えー、こちらの記事。岸田内閣支持率、最低14%、不支持率82%、毎日新聞世論調査というわけで、支持率前はね、20%台っていうところだったんですけども、もう岸田内閣の支持率は 10%, 10台っていうところが、ま、あベースみたいな風になってるわけですよ。はっきり言ってこ、この数字は支持されていないっていうことじゃないですか。しかしながら、 退陣することなくずーっと居座り続けてるわけですよ。それこそがまさに黄金の3年間を手に入れた自民党による好き勝手やるっていうことなんですけど、まあ、岸田内閣の支持率が上がらないっていうのは当然ながら、もっとすごいのはこっち、不支持率82%っていうことで、まあ、今までもさ、いろんな政権がやらかして、不支持率がダブルスコアを叩き出したなんてことはね、ちょこちょこあったわけです。それは岸田政権でもそうですけど、しかしながら、この82%っていうね、この驚異的な不支持率は、今までの過去最高ということで、 まあそれぐらい政治に関心がない人ですら、こいつはやばいっていうことに、もういよいよ気づき出したんじゃないのかっていうわけでね。えー、今回はこちら見ていこうと思います。よろしくお願いいたします。毎日新聞は17、18の両日全国世論調査を実施した。岸田内閣の支持率は1月27、28日実施の全開調査より7ポイント減の14%で2ヶ月ぶりに下落し、岸田政権発足以来最低となった。岸田内閣の支持率が20%を切るのは昨年12月以来2度目。 支持率は前回の調査、72%より10ポイント増の82%だったと。まあこれはあくまで毎日新聞の世論調査ってことで、まあいろんなね、紙面が次々と世論調査を出すと思うんですが、確か10%台を叩き出したのは毎日と時事通信だったと思うんですよね。で、もちろんこの辺っていうのは、まあ支持率が低い数値が出やすいっていうのは間違いないんですけど、割と与党寄りと言われている、まあ読売産経 NHK、この辺りですら20%台を叩き出すから、もう末期なのは間違いないわけですよ。 で、続いてね、まあすごいこと書かれてるんですが、えー、調査方法が異なるため単純比較はできないが、内閣支持率14%は2009年2月の麻生内閣、えー、11%以来の低い水準。また、不支持率が80%を超えるのは、毎日新聞が世論調査で内閣支持率を初めて質問した1947年7月以来初めてというわけで、 ま、この支持率が14%っていうのは過去にもね、10%台っていうのもあるし、まあ、確かね、森元総理になっても一桁パーセンテージだったんじゃないかなっていうふうに記憶してるんで、まあ、下には下がいるというのは間違いないですけど、不支持率が80%を超えたのは、今まで一度もないということで、まあ、それを岸田さんが叩き出したと。1947年からやった初めてってことやから、77年間で一番ってことですかすごいですね。しかもこれ1年単位じゃなくてさ、毎月こうやってやってるから、 ま、一年で十二回の調査はあるわけですけど、その中でも不支持率が80%を超えたことは一度もないと。まあ、記憶に新しいあの悪夢の民主党政権なんてね、言う人いますけども、あの時ですら不支持率は80%を超えてないわけですが、岸田政権は超えてるんやから、悪夢どころじゃないってことが世論調査で間違いなくデータとして出たってことじゃないですか。まあ、逆に言ったらこの記事で書かれてる麻生内閣以来とか、森さんは一桁だったんちゃうかとかで、 まだこの二人が自民党でさ、現役で牛耳ってるっていうところが、もはやこの党が終わりっていう証明そのものじゃないのかなと思ったりしますけどもね。支持率はマイナンバーカードをめぐるトラブルが相次いだことなどが影響して、昨年6月以降下落傾向に転じ、9月に内閣改造を実施するなどしたが、政権浮与にはつながらなかった。11月以降、自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金問題が深刻化。今年1月は20%台を回復したが、再び下落した。 調査は携帯電話のショートメッセージサービス機能を使う方式と固定電話で自動音声の質問に答えてもらう方式の組み合わせ、携帯453件、固定571件の有効回答を得た。固定については、能登半島地震で大きな被害が出ている石川県の一部地域を調査対象から外したと。まあ、というわけなんですけども、まあ、このね、裏金問題がっていうところがもう全てでしょう。もちろんその経済政策っていうのも、支持率の低下っていうのはそっちのね、意味合いもあるんかもしれんけど、不支持率が最高水準を叩き出したっていうのは、 間違いなくこれが要因じゃないかなと思うんですよね。それには、この裏金問題で、いやまもこいつらって脱税してる可能性があるのに、減ク屈言って非課税にしてる。逆に子育て支援金っていうところで、国民には増税、さらに適切な納税をお願いしたいっていう、あの、日に油の確定申告呼びかけっていうのも間違いなくここに入ってると思うんですよね。しかも、ま、あこの調査っていうのが、ま、携帯のショートメッセージと固定電話の融合回答ってことやから、どっちかって言ったら、ま、高く出やすいわけですよ。ま、あそれでもこの数値が出たっていうことやから、 もう国民の不満っていうのはもう限界まで来てるっていう感じ。逆にここまでパンパンにガス溜まってると、ほんまあ、どんなきっかけでさ、これが爆発するかっていうのは本当わからないわけです。それがまさに今度の選挙まで待ってられるかって思う方々もいるっていう可能性。それがこの確定申告やインボイス始まってからの消費税の納税。ここで初めて消費税を納税する人はいかにこの税金がやばいのかっていうことに気づくかもしれへんし、インボイスっていうのは 契約上は免税事業者がかなり苦しいんですけども、納税する場合は課税事業者が、え、こんな払わなあかんのっていうことになってくる。で、しかもそれを言ってる奴らは、何癖つけて非課税にする。むしろ払いたくないっていうのを全面的に出してくる。逆に財源足らんからと言って、さらに保険料を上乗せしてきたりするわけですから、何きっかけでこの不満が破裂するかって本当わかんないんですよね。で、逆にこれさ、支持率14%って言ってんねんけど、 人によってはこんな高いとは思わんかったって思う人もたくさんいると思うんですよね。え、14ってほんまみたいな。1.4の間違いじゃないのみたいなね。で、まあ、この方々っていうのは岩盤支持層って言っていいのかどうかっていうところも正直あるんですよね。だって支持率は一応前回の調査よりも7ポイント下がってるってわけだから、やっぱ自民党しかないって言ってる人は僕20%ぐらいいるとは思ったんですよ。でもその人たちですらもうこの岸田政権を見限ったっていう話やから、 ってなったら、まあ、ついにその岩盤支持層の人ですら、もはやこの自民党を支持する理由なんてなくなったっていうふうになったのかなと思うんですよね。21%からの7ポイント減って、それぐらいの僕数値だと思うんですよ。逆にこの14%の人たちは、なぜ支持してるのかっていうところなんですけど、 まあそれは、まあ当然その、岸田政権のおかげで旨味を得てる人たちって考えるのが自然かなと思いますよね。もちろんそれ以外の人たちもいると思うよ。例えばその優先順位を経済じゃなくて憲法改正を最優先に考えてる人たちとかね。そういうのもいると思うけど、そんなんでほんとごく少数だと思うんですよね。1%いるかいないかっていうところじゃないですか。って考えたら、十何はやはり岸田政権によって旨味を得てる人たちになって考えるのが自然かなと。 まあそれこそ、経団連とかはじめ、お友達の人たち。あとはこのマイナンバーカードのところでの、まあ既得権益とか利権。万博なんかもその類いかもしれないですけどもね。まああとはその統一協会絡みなんてもそうかもしれへんしね。まあこれはね、僕が今勝手に言ってることですから、まあ、全然ね、お門違いっていうところもあるかもしれんけど、自然に考えたらそういう人たちなんじゃないかなって思いますけどもね。まあ毎日新聞では、 今まで過去最高のね、不支持率82%っていうのを叩き出したんですけども、まあ、ネット調査なんかもね、結構記載されてるこの選挙 .com なんですが、まあ、そこではですね、こちら、ネットの比例投票先は維新がトップに、ネット調査で自民党支持率と内閣支持率が政権発足後最低を更新というわけで、でも今まではもうやっぱりなんだかんでって自民党やったわけですけど、ついに維新が比例投票先ではトップになったと。 まあ、維新がトップになったとて、この人たちは自分たちで第二の自民党だって言ってるわけですから、ブレーンも竹中平蔵さんでしょじゃあ竹中平蔵さんのせいで人生狂わされてきた人たちっていうのは、維新を応援するなんてことは100%ありえへんのに、自民じゃなければ維新ってなってる時点で、まあお先は真っ暗なのは間違いない。まあ特にこの万博関連で結構化けの皮剥がれてきたなっていうところはありますけど、それでも絶対自民党よりはマシなのは間違いないと思いますよ。まあこれ大阪ではよくあるんですけど、自民か維新の二択になることってよくあるんですけど、まあマジできついっすよ。 行かないなんてことがありえない以上、どっちかに入れなければならないわけですけど、とりあえずまあ自民党にお給すえるという意味で、維、ま、新、あ、に入れざるを得ないかなっていう気はしますけどもね。まあ、ここが、例えばさ、支持している政党があって、自分の選挙区で候補者を出さなかった場合の、まあ、歯がゆいところですけど、それでも結局自民党に入れてきた結果が、この30年間の衰退と、世襲や統一協会裏金問題っていうところでの国の崩壊につながったわけですからね。とまあ、ま、山き長くなったんですけど、 えー、24年2月17日、18日の政党支持率っていうところで、えー、選挙 .com のね、まあ特徴なんですけど、電話調査とネット調査があるというところから、まあ、電話調査で、えー、自民党23.3%、前月比2.2%マイナスってことなんですけど、まあ、これが毎日新聞で言うたら14%だったってことですよ。でもまあその分さ、ネット調査では8.9%ってことやから、もう全政党ですね、一、まあ、桁パーセンテージしか支持がないと。でもまあこうやって YouTube 上げたりとか、X 見てたりとか、 ま、ちょっとネットに触れる機会がある人の方は、むしろこのネット調査の方が割と現実に近いなっていう気はしてるんじゃないかなと思うんですよね。立憲だって12.9%のさ、電話調査の支持率あるけど、ネット調査やったら3.2やから、まあ、そんなもんかなっていう気もするじゃないですか。逆に一番多いのはどこかって言ったらこの支持なしなんですよね。これがさ、今回でも74.2。4人に3人は支持政党なしってことですよ。だからこの人たちが次回の選挙の時に、 どこに投票するのかっていうところで、結局自民党に投票するなんて流れになったらアウトっていうこと。だからコメントでよく自民党はダメだとして、じゃあどこに入れるべきなんだっていうね。まあ、それは正直自分がどこにさ、重きを置いてるかっていうところで変えていくしかないとは思うんですよね。ただ、一つ条件として自民党には入れないでほしいっていうこと。さっきも言ったけど、 大阪やったら自民と維新の二択っていうことがあったりするわけですよ。で、両方ともがは,はっきり言って終わってるわけですよね。だって自民党は終わってる。維新は第二の自民党だって自分たちで言ってる。じゃあ結局どっちに転ぼうが同じことやのに、それでもどちらかに入れなければならないんだったら、それは維新に入れるべきじゃないかなって僕は思いますよ。それぐらい維新を押してるんじゃなくて、自民党にお気をせないとあかんっていうこと。だってさ、こんな党が存在してること自体がありえないわけですから。 ちなみにこれはあなたは普段どの政党を支持していますと聞いた結果が上の図であると。大きく変動があった自民党は電話とネット両方で支持率が下落。特にネット調査は4.2ポイント大幅減で、先月2桁台に回復しましたが、再び1桁に落ち込み、わずか2ヶ月で岸田政権発足後最低を更新しましたと。というわけで、 ま、ああの、裏金問題とかさ、いろいろ見てて、支持できるはずがない。逆にさっきのさ、毎日新聞でも82、82%っていう驚異的な歴代1位の筋叩き出してるけど、今までって、その、支持するか支持しないかの二択じゃなくて、どちらとも言えない、なんていう人も結構いたわけ。でも今回は、どちらでもないじゃなくて、明確に支持しませんっていうのが出てるっていうのがいいことなんじゃないかなって僕はすごい思いますけどね。続いて、次期衆院選比例投票先ってことで、 さっきのは、ま、選挙区に与党対野党の一級ちがあった場合、両方とも入れられへんってなったらどうするべきかってことやったんですけど、まあ、比例ってことを考えたらどうなるのかなんですが、なんと、維新がついに自民党を上回ったと、ネット調査ですけどね。自民8.8に対して維新が9.4と。まあ、それでも両方ガクッと下がってるわけですがね。でも電話調査でも自民党が20.3に対して、次には立憲が20%ってことだから、もうほぼ対等と言ってもいい。ま、逆に、ま、これはあくまで単純にデータを見ただけですけど、 今、選挙があった場合、与党対野党の一級地になれば、野党が勝てるという数値になってるわけですけどもね。あなたは次に行われる衆院選の比例代表ではどの政党に投票したいと思いますかと聞いた結果が上の図である。自民党が電話調査で4.5ポイント減、ネット調査で3.6ポイント減と大幅に下落したことで、これまでの一挙状態に変化が生じました。ネット調査では、維新が自民党を0.6ポイント上回りトップに躍り出ました。また3番目には、立憲民主党と令和新選組が同率で並んでいます。 電話調査では自民党がトップですが、立憲民主党が0.3ポイント差に肉薄しています。ということで、見てもらった通りですけどもね。まあでもちょっとびっくりしたのは、今ネット調査っていうところがさ、割とこれ聞いてくださってる人では、どっちかといえば裸に近い数字が出てると思うんですけど、まあ維新がこの自民党を抜いたっていうのはね、おぉと思ったわけですけど、まあ言うてもさ、ここはさっき言った通り、自民党と第二自民党なわけですよ。って考えたら、野党ってなったら、立憲と令和になるんですね。 ま、政党の規模感で考えたらもネット的には、数字で見るところの野党第2党、事実上の野党第1党は令和新選組になるのかなと思ったりしますけどもね。ただ僕はちょっと驚いてるのは、その他の政党っていうのは、まあまあ数値高いなと思うんですよね。電話調査3.0、ネット調査2.7。ちょっと最近選挙 .com のね、やつ見てなかったからっていうのがあるんですけど、国政政党以外がまあ固まって、その他政党ってなってるんやけど、ここまで数値高いことあったかなと思うんで、まあ期待されてる政治団体みたいなのがあるのかなと。 ま、パッと思いつくのはあの、百田さんとこのあれかなと思いますが、ま、僕のチャンネルでは国政政党以外はあんまり触れないようにしてるから、ま、これ以上言うところはないですけど、ま、他にもさ、この社民党に関しても、電話調査1.2%って言って、結構僕あるなと思うしね。なんかこのネット調査のさ、0.2みたいな感じで、なんか放末政党というか、前回の選挙でもしかしたら社民党っても国政政党から政治団体に格下げするっていう可能性すらあったって思ったから、電話調査で1.2%はあるんやっていうふうにも思ってるし、 っていうか、この下の民族っていうのは、あれですか、あの、NHK 党っすよね。ちょっとね、これは僕あの、勉強不足だったんですけど、まだ名前変えたんですかね。いや、なんか代表争いでごたごたになってるっていうのは知ってるけど、全然詳細知らないので、まあ、触れることはないんですけど、あまだ名前変えたんや、みたいなんで、でも、民族なんや、みたいな。という感じで、まあ、とりあえず、自民党の不支持率が、毎日新聞ですけども、 今までの過去最高、77年間で1位と叩き出したってわけで、ただこれでも黄金の3年間を手に入れてる以上、居座ることは可能である。これが日本国にとってもう本当の不幸、政治に関心を持たなかった末路じゃないのかなっていうふうには思います。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。えー、までよかったらチャンネル登録お願いします。以上です。ありがとうございました。